M5 トラクターは、アメリカ合衆国で開発された砲兵トラクターである。アメリカ軍における、正式名称は、M5 ハイ、スピードトラクター、また、陸上自衛隊では13トン牽引車、M5 の正式名称で運用した。アメリカ軍において 150mm クラスの重砲を、牽引して、飛行部隊に追随することが可能な、高速牽引車として、 G162 の名称で開発が進められ、M3 系戦車の車台とサスペンションをもとに開発され、M5HSP の名称で1942年10月に正式化された。生産はインターナショナルハーベスター社が担当し、1943年5月から1945年5月にかけ生産された。第二次世界大戦の後には朝鮮戦争でも用いられ、 アメリカ軍においては、比較的早期に運用が終了したが、陸上自衛隊やオーストラリア、パキスタン国軍など、アメリカの同盟国をはじめとした諸国に供与、売却され、それらの国では、戦後も長らく運用された。M101-105mm 榴弾砲、M59-155mm カノン砲などを、牽引し、同時に操作人員、弾薬も運搬する。 後半部分の未後半製の天井を持つ半開方式キャビン方式の車両で開放部には状況に応じてホロが取り付けられる。キャビンの上部には臨場式の M49 機重火を装備するが基本的に非戦闘車両であり自衛のための柿のみを装備する。下宝の牽引用に牽引具を装備するほか車体前面にはウィンチを装備している。 日本の陸上自衛隊では 155mm 榴弾砲 M1 及び 155mm カノン砲 M2 の牽引用として M1、M2 を装備する特化部隊に13トン牽引車 M5 として配備された。アメリカ軍により第二次世界大戦で使用された車両のために状態が悪いものが多く、供与された後にまずオーバーホールが必要であったが、 アメリカ製の軍用車両に見られる合理的な設計は、オーバーホールを受け負った、三菱重工業ともども、創設間もない陸上自衛隊にとって、以後の国産早期車両開発にあたり大いに参考となったという。旧式化しつつある車両のために、予備部品の調達が困難であり、稼働率の維持に苦労したりと、難点も多かったものの中央関越式にも毎回登場し、 自衛隊の装備としては、メジャーな車両であった。1953年に M4HST と合わせて17両が、供与され、以後順次供与、配備が進められている。1970年代に入り、後継の73式牽引車の配備に伴い、73式に更新される形で退役した。M5 開放式キャビンの初期生産型 M5 半。 開放式キャビン型陸上自衛隊において13トン、牽引車 M5 として使用されたのは M5 のみ M5、陸上自衛隊使用のモノ陸上自衛隊の車両はゴジラをはじめとした特撮映画に使用され実写映像に登場している。海外ではアメリカ軍その他から退役して民間に放出された車両がコレクターによって個人所有されているほか、 放出車両の車体部分のみを使用して、レプリカ車両として改造されたものがあり、日本の95式系戦車を模したものが、ウィンドトーカーズ、伊央島からの手紙などに登場している。ありがとうございます。